ボーマン軍はアメリカ合衆国のオセダコタ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3151人であり、2000年の3242人から2.8%減少した。軍庁所在地はボーマン市であり、同軍で人口最大の自治体でもある。ボーマン軍は1883年に、 ダコタ潤州議会が創設したが、町ができなかったために1903年に一旦廃止された。1907年に、当時のノースダコタ州知事ジョンバークの声明によって、再設立された。軍名は、ダコタ潤州議会の1883年会期で、会院議員を務めたエドワード・エム・ボーマンにちなんで、名付けられた。1907年7月5日に、軍政府が、 初めて組織化され、ボーマン氏がこの時以来一貫して、軍庁所在地である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1167平方マイルで、あり、この内陸地は1162平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は0.42%である。ボーマン軍の詳細図以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 第二次世界大戦時のアメリカ海軍の戦車、揚陸艦、アセス・ボーマン・カウンティはこのボーマン軍にちなんで名付けられた。中、ノース・ダコタ州の法人化された自治体は、その大きさによらずすべて、地になる。ありがとうございます。